貿易とネット通販の会社を15年経営しております株式会社イーコレ代表取締役の一ノ瀬と申します。今日はこれ一本で、東南アジアの味、タイチョイスのスイートチリソースのご紹介になります。今日はですね、こちらのスイートチリソースを使って、生春巻きを作ってみるという動画になります。さあ、それでは今日の材料のご紹介です。まずですね、こちらのスイートチリソース、それから、ライスペーパーですね。ライスペーパーは最近ですね、スーパーさんなんかでも普通に売ってるんですけれども、ちょっとね高いなと思われる方は業務スーパーさんでですね結構安く売ってるので、業務スーパーさんがですね近くにある方は業務スーパーさんで買われるのがおすすめです。それからですね、エビの茹でたものですね。エビはですね一度茹でて、それからこの厚さをですね半分ぐらいに、縦に半分にね切って、厚さを半分の厚さにしておいてください。それからですね、もうあとはねなるべく私の動画では簡単にね作るというのをモットーにしておりまして、こちらのですねカット野菜ですね、今日は非常にね彩りが綺麗な、大根の彩りサラダというのを、使ってみたいと思います。それからですね、冷蔵庫に余っておりましたきゅうりをね千切りにしたものです。もうお野菜はですね、いろんなお野菜を使っていただいて、構わないです。お好みでいろいろね入れていただければと思います。香味野菜が好きな方は例えば大葉とかですね、シソですね、あとなんかパクチーね、私はすごく苦手なんですけども、パクチーがね好きな方っていう方はパクチーなどをね入れていただいてもスパイスが効いてね美味しいんじゃないかと思います。それから今日は使わないんですけれども、本格的な感じに作りたい方はですね、タイとかベトナムのですね米麺などを一緒に巻いていただいたりしても本格的な生春巻きになるかと思います。このね生春巻きなんですけれども、ちょっとね作ったことがない方はですね少しね、難しいんじゃないかとか、少しね、敷居が高いんじゃないかと思われる方がいらっしゃるかもしれないんですけれども、作り方はですねすごくね簡単なんですが、彩りも豊かでですね、見た感じもちょっとなんかおごちそうみたいに見えるので、普段のね、生野菜のサラダの代わりに生春巻きなども、チャレンジしてみていただければと思います。それでは早速ですね、このライスペーパーを水に戻すというところから、作ってまいりたいと思います。こちらが、ライスペーパーなんですけれども、袋から出した直後はですねこのような形でちょっとなんて言うんだろう、クリアファイルみたいな感じになってるんですけれども、これをですね、戻すのはすごく簡単で、ぬるま湯にですねさっとくぐらせるだけということなんですが、こちらのですねお皿に実はちょっとぬるま湯がですね、少し用意してありまして、この中にですねちょっと浸すというかねさっとくぐらせると。そしてですねこれ何枚もまとめて同時にこう戻してしまうとですね、このライスペーパー同士がくっついてしまうので1枚ずつですね、作りながら戻していくという風に、していただければと思います。こんな感じでね、少し水にねくぐらせて、でしばらく置いておくとですね生春巻きのいつも食べてるような感じで柔らかくなりますので、この状態で、まな板の上にですね置いて、ふやかしていきます。さあ、そして、水をくぐらせた春巻きにですね、お野菜などを包んでいきます。もうこの辺はお好みでですね、好きなように包んでいっていただければと思います。でポイントはですね、ちょっとエビが外から見えた方がちょっとごちそう感が増すのでですね、エビはちょっと巻いた時に外側から透けて見えるようにちょっとこの辺りに配置をしていただいてですね、でこの辺のちょっと緑のお野菜をエビの後ろ側にですね並べていただいて、で両方ですね端っこを折りたたんで、で巻いていくと。はい、こんな感じでね1本出来上がりということになります。このような形でですね何本か巻いていっていただければと思います。生春巻きを巻き終えて、
半分にカットして、そしてお皿に盛り付けたものが、こちらになります。こうやってね、見ていただける通り結構ね彩りも鮮やかで、エビもね外側から見えるので、ちょっとね普段のサラダよりもおごちそう感が出るのではないかと思います。こちらにですね、スイートチリソースを、添えて完成になります。結構ね、スイートチリソースはたっぷりめに添えていただくと美味しいんではないかと思います。はい、このような形で、完成ということになります。最近生春巻きはですね、スーパーさんなんかでも売っているんですけれども、やっぱりねどうしてもねこのスイートチリソースがね、少なめだと思うんですよね。今ついてるチリソースの、2倍から3倍ぐらいあるとね、もっとねスーパーさんの生春巻きも美味しく食べられるんじゃないかと思うんですけれども、ご自宅にねこのスイートチリソースがあればですね、自分で好きなだけこう、足して食べていただけるので、1本ね、常備しておいていただいても、よろしいのではないでしょうか。今日は、こちらのスイートチリソースを使って生春巻きのご紹介でした。こちらのですねスイートチリソースは、商品名の通りですね、甘くて、スパイシーなソースになりますので、このね夏の暑い時期の、食欲が落ちた時にもですねすごくね美味しく召し上がっていただけるソースになるんじゃないかと思います。今日は春巻きを作ったんですけれども、春巻きだけではなくてですね、鶏肉を焼いたものとか、お魚をねソテーしたものとか、唐揚げのねソースなどにも使っていただければと思います。こちらの春巻きもですね、今日はエビを使ったんですが、鶏を蒸したものとかですね、あとなんかお刺身なんかを巻いてもですね、美味しくなりますので、いろいろね生春巻きのこう具材にもねいろいろこうバリエーションを加えて楽しんでいただければと思います。ということで、本日はこちらのね、タイのスイートチリソースのご紹介でした。またいろんな商品紹介ですとか、会社経営の動画をアップさせていただきたいと思いますので、よろしければチャンネル登録していただきまして、次回の配信をお待ちいただければと思います。本日もご視聴ありがとうございました。